いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルメルセデスベンツ E200 クーペスポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパー、ボンネットに飛び石、フロントバンパー、リアバンパーに傷がございます。それ以外に特に大きな傷や凹みはございません。走行距離約7000キロと非常に状態の良いお車となっております。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。2017年にフルモデルチェンジが行われたばかりの E200 クーペでございます。走りや内外装の質感、安全性能等あらゆる面で大幅にアップグレードされております。こちらのお車はレザーパッケージが装備されておりますので、本革シート、パノラミックスライディングルーフやブルメスターサラウンドサウンドシステムなどの豪華な装備が備わっております。またメルセデスベンツ最新の安全装備レーダーセーフティーパッケージにより安全快適にドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトは LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただける1台です。エンジンは2リッター直列4気筒ターボチャージャーが搭載されており、最高出力は184馬力を誇ります。足元には純正19インチのアルミホイールが装備され、キャリパーにはメルセデスベンツのロゴが記載されております。足元まで非常にバッチリと決まった1台です。またタイヤの山に関しましては前後7分山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトにも LED ライトが装備されており、リアビューが入るデザインとなっております。マフラーはスクエアデザインの2本出しのマフラーが装備されており、軽快なサウンドを奏でてくれる1台です。トランクスペースはクーペスタイルながら非常に広々としており、後部座席を倒していただくと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリアの紹介です。インテリアはブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションでございます。またフロント両席にはシートヒーターが装備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。ステアリングは3本スポークのマルチファンクションステアリングです。ステアリングにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能となっております。またディストロニックプラスにより快適なクルージング走行もお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては視認性の高い純正 HDD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能となっております。バックギアに入れていただきますと360度カメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては急速のオートマチックシフトを採用しており、細かな変速により燃費の向上も行われたお車です。またブルメスターサラウンドサウンドシステムやパノラミックスライディングルーフが装備されておりますので、開放感のあるドライブが十二分にお楽しみいただけるお車です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2017年モデルメルセデスベンツ E200 クーペスポーツを紹介させていただきました。こちらのお車はレザーパッケージが装備された、内装が非常に豪華な1台となっております。また走行距離に関しましても約7000キロと非常に低走行なお車でございます。さらには新車保証もついておりますので、非常にお買い得な1台となっております。この機会にぜひご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。